こんにちは、てっちゃんです。今回はですね、じゃん、スプラトゥーンの塗り絵をやっていきたいと思います。まあ、スプラトゥーンの塗り絵やってくれっていうねリクエストめっちゃあったんですけど、スプラトゥーンの塗り絵ないと思って探したら、任天堂から無料でね、あのダウンロードで塗り絵が出てました。なのでそちらも使わせていただきます。だから今回はあのオルハくんがめっちゃいじってくる、あの結局選んでも主人公とかサムネのやつ言ってますけど、もう最初から決めました。この子を塗っていきたいと思います。じゃあ早速やっていきましょう。ということで早速塗っていきましょう。とりあえず一応名前だけ書きます。えっちゃん、なるべくね立体感を持たせて塗られるように頑張りますが、実は私スプラトゥーン全然やったことないんですけどね、キャラクターでもよく見るから頑張ります。肌はねとりあえず肌色に塗っていきましょうか。はい、ざっくり肌色が塗り終わったんで、続いて髪の毛を塗っていきます。一旦ベースの色に黄色いてみようかな。あとは10も塗っていきましょうか。ぼかしたいね、だいぶ。ちょっと0番を塗ってから塗っていきたいと思います。 I am not the victim of this love affair. You can make me go away. I don't really care if it's getting fair. I just wanna love you, babe. You got me around your finger.続いて黄緑部分を塗っていきたいと思います。黄緑ね、ちょっとこの色で平気かな。あ、いや、んー、むしろちょっと地味か。ちょっと黄色混ぜようかな。はい、次お洋服ですね。お洋服はグレーなので50円コピックのこの2色のどっちかでいこうかしら。Looking up at a tree, I remember how it started. I was lost in a dream when the fire in my heart said an open rose. I've already found sunlight, the feeling grows.まあここまで来たら靴だね。靴はピンク紫って感じの靴だね。明るめのピンク。Will I cry? Will I leave behind? Broken and crumbled signs. Hiding all my roads to you.
ねだいぶ濡れたんですが、こっから、まあ、背景の色なんかも塗っていきたいと思います。なんかびしゃびしゃ増やしたらいい感じにカラーになりましたね。なんかこの激しいカラーリングのイメージがあるんですけど、こうやっていろんな色をたくさん増やすことによってそれが増しますね。じゃあこっからは色鉛筆で微調整をして最後ホワイトを入れていきたいと思います。だいぶいい感じに塗れたと思います。まあ、イラストとしては可愛らしくできたような気がします。はい、ということで塗れたのがこちら。まあ、私的にはチーズっぽい質感を出したかったんですけれど、その点はちょっとあまりできなかったかなと思います。まあ、コピックと色鉛筆で塗ってみたんですけれど、塗り絵としてはいい感じにできたかなと思います。はい、ということで皆さん、こちらの動画が面白かったら高評価コメントよろしくお願いします。また塗ってほしいものやお絵描き系のリクエストもコメント欄でお願いします。早送りのリクエストもオルハくんが待ってるよって言ってたのでお願いします。じゃあ皆さん、バイバーイ。